い、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、留置権の基本的な部分、これをお話しさせていただきたいと思います。基本的な部分なんですけども、実際試験でも出題される部分なので、しっかり理解していただければと思います。実際この内容を理解せずに丸暗記してる方いらっしゃるんですね。で、丸暗記だとですね、まあ、本試験の時に頭が真っ白になって飛んじゃうということも十分あり得ますので、まあ、そうならないためにもきっちり理解をしておくと、本試験の時に自分自身で考えて、あ、こうこうこうだったから答えはこれだなっていうふうに自分自身で答え導けるようになりますので、ぜひ理解していただければと思います。まず、留置権の成立要件、および留置権ってどういったものなのか、というところをお伝えしていこうと思います。で、そもそも留置権ってどういったものかっていうと、他人のものを占有していて、それを引き渡しませんよと、引き渡しを拒むことができる権利、つまり自分自身のもとに留めておくことができる権利、これが留置権ですね。留めて置いておくことができる権利、言い換えると引き渡しを拒むことができる、相手から引き渡し請求されました、それを拒むことができる、そういった権利が留置権になります。じゃあ留置権ってどういった要件があるのか、どういった場合に留置することができるのか、4つ要件があります。まあ、これら全て満たすことによって留置権は成立して、引き渡しを拒むことができるということになります。まず一つ目の要件が、まあ、他人のものを占有しているという状況です。これちょっと一つ具体例を考えていこうと思うんですけども、A さん、建物を持っていました。建物を所有していて、B さんに売却をしました。で、まあ、売買契約をすることによって、所有権はこれ B さんに移りますよね。一応売買契約をすることによって、建物の所有者は B さんなので、A さんから見ると、この建物は他人のものになりますよと、まあ、いう話です。で、二つ目。債権が目的物に関して生じたものであるということです。これがちょっと難しいんですよ。これがちょっと難しい。これ債権というものと目的物。この二つのキーワードをちょっと頭に入れておいてほしいんですね。これから使っていきますので。債権と目的物。今回、A さんは B さんに対して建物を売却しましたので、目的物は建物になります。で、債権っていうのは、売買契約を締結したことによって、A さんは B さんから、この建物の代金を請求することができる権利を持っています。つまり、A さんは代金債権を持ってるんですね。これが、ここで言う債権です。で、今回、この代金債権というのは、この建物に関して生じたものなんですよね。建物を売ることによって代金債権が発生しているので、この代金債権っていうのは建物に関して生じたものである。だから丸2番も満たすっていう話なんですよ。で、この2番のこの債権が目的物に生じたこと、これをですね、牽連性という言い方をするんですね。牽連性があるっていう言い方をします。牽連性の牽っていうのは、車で牽引するっていうこの牽と同じ感じなんですね。で、この牽連性って言い換えると何かというと、まあ、関連性とかつながりっていう風なイメージです。建物を売ることによって代金債権になっているわけだから、これはつながりがあると、まあ、いうことですね。だから牽連性があるということなんですね。で、続いて、債権が弁債期にある。これは、この代金債権が弁債期が到来してないといけませんよっていうことですね。つまりこれ、弁債期が到来しているってことは、B さんはもう代金を払わなければいけない期日が到来しているにもかかわらず、B さんが払ってくれない。だから、建物を留置するんだ。A さんは建物を引き渡しませんよ。っていうふうに主張することができるってことですね。まあ、同時履行の公弁権とちょっと関連性がすごくありますよね。A さんは、B さんからお金をもらうと同時にこの建物を B さんに引き渡すって、これ同時履行の関係にあるじゃないですか。まあ、それと関連付いている内容になっております。で、4番、占有が不法行為によらないものであるということも要件にあります。まあ、今回の内容で言うと、ちゃんと売買契約を締結して、で、しかも B さんが弁債期になっても払わないから留置しているわけですよね。占有しているわけですよね。だからこの占有っていうのは別に不法行為によらないわけですよ。一方で、この建物を何の契約もないのに、勝手に他人のものを占有している。こういった場合は留置権は、生じませんよ。成立しませんよ。っていった内容です。
で、ここで重要になってくるのが2番の権連性なんですね。ここがよく問われる部分なんです。で、具体的に今回2つ具体例を出しました。1つ目が造作買取請求権。もう1つが費用償還請求権。まあ、これが2つの債権ですね。どっちも債権なんですけども、一方は権連性がない。一方は権連性がある。つまり一方はつながりがなくて一方はつながりがあると。まあ、いうような具体例を出しますので、今回しっかり理解をしていただければと思います。まず、丸1からですね、具体例を出します。A さんが建物を所有していて、B さんに貸しましたと。で、B さんは、A さんの承諾を得て、エアコンを取り付けました。このエアコンのことを造作と言います。で、この造作っていうのは、まあ、原則ですね、民法上を原則として、賃貸借契約が終了すると、借主である B さんは A さんに対してエアコンの費用、これを請求することができるんですね。まあ、具体的な金額については今回置いておくんですけども、まあ、買取請求をすることができる。これが造作買取請求権なんですね。造作買取請求権です。で、造作買取請求をしたにもかかわらず、この A さんがエアコンに関する費用を払ってくれない。そういった場合、B さんはこの建物を留置することができるのかというのが今回の話なんですね。つまり、債権っていうのは造作買取請求権。目的物は建物です。で、これについて権連性があるのかというところを考えると、これ結論は権連性がないんですね。つまり、丸2番の要件を満たさない。だから、留置権の成立要件満たさないから、建物は留置することできませんよ。B さんはこの建物を留置することができませんよ。っていう風な結論になると。まあ、いうことなんですよ。で、これなんで権連性がないと言えるのかなんですけども、造作買取請求権っていうのは、建物に関して生じたものじゃなくて、エアコン、つまり造作に対して生じたものなんですよ。建物とエアコンってこれ区別できますよね。まあ、簡単に言ったら、建物からエアコン取り外したとしても、建物は建物なんですよ。建物としての機能っていうものを十分果たしますよね。だから、ま、区別できると。建物とエアコンっていうのは。だから、造作買取請求権は、建物に関して生じたものじゃなくて、これは造作物。エアコンに関して生じたものだから、建物を留置することはできないんですね。またもう一つの理由として考えられるのが、造作物、まあ、このエアコンですね。エアコンと建物の価値って、著しく差がありますよね。エアコンって言ったら、まあ、高くても20万円ぐらいかな。まあ、通常は、ま、10万円弱ですよ。10万円とか、まあ、それぐらいですよね。一方、建物って言ったら、1000万、2000万円とかです。つまり、全然価格が違いますよね。にもかかわらず、B さんはこの建物を留置できる。これは不公平じゃないのという話なんです。価値の差が著しく離れているにもかかわらず、建物を留置することができる。これは不公平でしょう。っていった理由もあって、これは権連性がない。だから建物を留置することができないよと。まあ、いうふうな理由付けも可能です。で、もう一つの事例が、費用償還請求権と建物の話です。これは権連性があるから建物を留置することができるというふうな結論なんですね。これちょっと具体例を出します。これも A さんが建物を所有していて B さんに貸しましたと。で、B さん住んでいる間に台風が来てこう屋根が壊れちゃいましたと。だから B さんが屋根の修理をしましたと。そうすると、まあ、屋根の修理をすることによって B さんは必要費というものを支出したことになります。必要費を払った。で、この必要費っていうのは、オーナーである、まあ、貸主である A さんが支払わなければいけない部分なので、B さんはその必要費を返してもらう請求権があります。これが、ま、費用償還請求権ですね。で、この費用償還請求権と建物、これは関連しているのか、権連性があるかということなんですけども、これはですね、権連性があるんですね。必要費部分、つまり、まあ、屋根を修復した部分です。屋根の一部と建物って区別できませんよね。屋根瓦10枚だけ持っていくってこれできないじゃないですか。まあ、通常、この建物の一部としても屋根があるわけなので、これは区別できませんよね。
だからこれは費用償還請求権っていうものは建物に関して生じたものだから権連性がある。だから建物を留置することができる。このようにこの造作物と建物は区別できるけれども、この必要費に関してはこれ建物と区別できないよね。必要費で修理した部分と建物は区別できません。まあこういった違いから建物留置できる、建物が留置できない、異なってきますので、まあ、こういった理由付けをしておくと頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。ぜひ頭に定着させるためにも理解をしながら学習をしていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。